どうもこんにちは。ラストフレームワーク調査の続きを決めていこうと思います。前回からロケットフレームワークを見ていってるところですけど、続きをやっていこうと思います。で、続きこのガードをリクエストするというところからなんですが、まあ、ここちょっと面白かったので、ちょっとここだけ読んできたんですけど、ちょっとここの話だけして、あとはリクエストを JSON リクエストを受け取って、JSON レスポンスを返すというところを主眼に見ていこうと思います。結構かなり長いんでね。 ササクサクいこうと思いますでリクエストガードという機能があってこれ何かっていうとこの ABC っていうやつがこう、えー、関数の引数として書いてあるとこの ABC っていうのは全部フォームリクエストというのを継承したクラスになっていてでこの ABC の中に検証コードを書いておくとこの検証を通らないとこのリハンドラーの関数が呼び出されないと。 事前チェックをしててくれるるいいうものになっているみたいですでこれは自分で作れるんで例えば API キーがなきゃダメよみたいなことをこう書い,あの書いておくというかこういうふうに引き数としてやっておくとこのキーに API キーが入ってきた状態で必ず呼び出されるとで API キーがなければエラーになるというようなことがこういう形でできるというものになっているっぽいです。多分ねこれはアクティックスウェブにもあると思いますけど似たようなものはね。 はい。で、フォームリクエストのところを見ると、ん、えっとね、この辺ちょっとわかりにくいんだけど、えー、っとね、下にあったかな。はい。API キーの実装というのはまあ、こんな感じでありますよというのもあって、まあ、フォームリクエストというのをインプルして API キーというのを作ってます。で、まあ、中の話としては、フォームリクエストっていう関数を定義、定義というか、あの、オーバーローオーバーライドして、 えっと、実装しますと。で、is valid key, is valid っていうのは、キーが valid API キーっていうね、これちょっと適当すぎますけど、あの、あのー、固定値だという前提にしてあります。で、ヘッダーの x API キーを見て、えー、まず取ってきますと。で、なければエラーですよと。で、あっても、えっ、ー、と、キーじゃないもの。キーはなんだこれ。 あ,あっても何もなければそれ以外はエラーになりますよと。で何かありましたらあったらいずばりと呼び出して、えー、と検証しますと。でこのキーがこれと一緒かって検証して OK だったらサクセスを返すと。で API キーのキーを返すんで API キーのキーはその API キーをあの取れてきた XAPI キーを 持ったものになるので、そのキーを使ってなんか後ろでゴニゴニできますよねっていうような処理ができるというような形になっているっぽいです。だからこれで、えっ、ー、と、認証系とかを実装していくんじゃないかと思います。認証というかね、あの、えー、なんだっけ。<laughs> 出てこないな。うんと、忘れた。<laughs> 名前が出てこない。えっ、ー、と、検証して、 パーミッションとかねそういう話ですねはいでカスタムガードっていうのがありますよとガードの透明性みたいな話がありますけどちょっと飛ばしますはいでえっとあとちょっと英語にしないとねなんかこのコードが崩れちゃうのでちょっと下行きますねはいあロールロール <laughs> ロールの検証とかに使うやつですねはいロールが出てこなかったでログインがあって で、まあこんな感じでできますよってこと書いてますけど、まあこれはいいだろう。クッキーもいい。もういい。シークレットキーもいい。フォーマット。フォーマットですね。アプリケーション JSON でデータにユーザー型が入ってくるよと書いてユーザーを受け取ると。あ、だから検証で全部書くんだ。そうすると、フォーム、フォーマットがアプリケーション JSON でデータがユーザーだから、このユーザーに対してリクエストボディを取ってきて、 えっと処理をかけろと。で、それ、ちゃんとユーザーとして検証ができたら、ユーザーがちゃんと入るから、それを使えばいいよっていうことをやるんだ。なるほどね。なるほど。はいはい。だから、ちょっと手間ですね。あの、これな、まあ、なんかやりようがあるというか、多分、JSON をパースする簡単なクラスみたいなのがあ,あってしかるべきだと思うんですけど、 そういうのがあるのかなパースフレキシブル。うんと、ユーサイド。これは関係ないね。ユーザーを、あ、で、ユーザーを返す。うう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 うなんじゃこりゃ。インプット t。うーん、json。json を受け取りますというのは、いいね、いいね。えっと、json で受け取るんだよ、これでね。だから、ほとんど一緒ですね。 で、シリアライズを、えっ、ー、と、継承して、ちょっと待って、サンプルコード書いてないから、ちょっと、ちょっと書くわ。そこまで分かったらいいや。うんと、まずは、フォームリクエストじゃなくて、パラメータですね。う、パラメータは、ちょっと、簡単そうで、ちょっと複雑な。これでいいや。えー、まあ、コピーしようか。はい。これで、フォームじゃなくて、 url パラメータはこれで取れてきますよと。ネームはストリングだし、エ g ジは U8 型だし、クールはブール型だっていう前提で書いてあって、クールだったらこれで、クールじゃなければこれを出すみたいなことがここでできると、まあこう。こういう形でね、名前を合わせりゃいいのかなっていう形になってて、戻り値はストリング型を返せばいいという形になってます。で、ハローを、よいしょ。はい、ちょっとこれはもういいや。 うんとスラにバインドして、はいと、こんな感じにしておくと、ハローが入ると。で、ハローのネームエイジクールというのが入るんで、よいしょ、一旦止めて、カウンドンして、で、ハローのネーム89、え、トゥルーとかでいいのかな。起きた。You、are はクール。 えー、フォールスにするとはい「トークアバウト・ユア・クールネス」と言ってますね、えー、合ってるよね下が呼ばれましたねでフォールスじゃなくて0とかでもあダメなんだ1もダメなんだ true かフォールスをちゃんと渡してあげないとダメなんだはいていうようなことがこの書き方でできるということでこれがパラメータ、えー、URL のパラメ URL の 一部をパで下まで戻て下までいって、まあ、小難しいことはいろいろできるんだが、えー U R えー、違う違う違う <laughs> JSON を引数として受け取るやり方としてはこれこれができますということでサーデをインストールしないといけないね。おっと はい。えっと、デシリアライズを、サーデクレートで、ロケットサーデと書いてあるから、これサーデを、あ、フィーチャーデリブをやっぱやんなきゃいけないんだ。ああ、そっか、サーデをインポインストールしなきゃいけないし、ロケットもフィーチャージェイソンやんなきゃいけないから、これ書かなきゃいけないんですね。うんこの辺がめんどいねロ。サーデをこうやってデリブを有効にすることで、 っとこ,これができると。でこれを言う、これを書かなきゃいけないんで、これを書くためには、これをやらなきゃいけないと。はい。で、ロケットの feature.json とサーデをインストールするやり方を変えると。ディペンデンシーを変えなきゃいけないということですね。で えっと、カーゴラウンすればね、ここ変わってれば勝手にインストールし直してくれるんで、その辺は便利ですね。で、タスクを、で、シェアライズは、あで、シェアライズ、聞いてくんない。聞いてくんねえわ。サーで、ロケットサーで、だね。 えっと、デリブが、デシリアライズは期間デシリアライズはサーデだよね。書いてないかな。ああ、ロケットサーデのデシリアライズなんだ。サーデのデシリアライズじゃないんだ。これ注意だな。はい。ジェイソンジェイソンロケットサーデのデシリアライズとジェイソンジェイソンを入れておくと。 いでこれは例のお得なんですけどなんでこれストリーを使うんだなストリングでいいんでまあこれでいいと思いますはいで受け取った時に処理をする方法がこれなんではいポストの「to do でデータをタスクで受け取りますよとデータイコールタスクデータがうんとあれか <laughs> ボディってことかな ボディをタスクで受け取りますとでタスクが JSON タスクですよということができるんだねこれね。はい、でどうすんだ、えっと、フォーマットで出してあれやげればいいでしょう。コロンハテナでえタスクを出してあげればいいと思います。 はい。ただ、これだと怒られちゃうんで、ここで、えっ、ー、と、デバッグをインポートしておくことでいいかな。で、えっ、ー、と、ストリングを返すという形にすれば大丈夫かな。で、これは to do にしておきますか。はい。で、to do 関数を入れておくというような形で、この作った関数がバインドされます。 トゥ、えードゥにデータとしてはデスクリプションとコンプリートを渡してあげるような形でいけるはずなので、ちょっとやってみましょうか。すらトゥードゥで、そしたらこっちでやるしかないか。カールで、えっ、ー、と、8000ね。えっ、ー、と、ハイフン V8000。8000に対してトゥードゥですと。 多分、コンテンツタイプアプリケーション JSON はいるので、これはつけておきつつ、えっと、デスクリプションが EE で、えいしょ、コンプリートがトゥルーというやつを送るということすると、JSON でタスクが出ましたね。デスクリプションのコンプリートトゥルーが返ってきました。 で、これが間違えてると、うん。エラーになりますね。はい。アンプロセスエンティティと言ってますけど。はい。true で、例えばこれがないと、また怒られるよね。これね。うん。怒られるというような形になってると。もちろん、このヘッダーの定義がなけりゃ、怒ると思うので、うんうん。大丈夫ですね。同じですね。うん。 ああ、ツだだだだだ、はい、ルじゃ、ツルツル。これフォールスだと、いくね。はい、コンプリートフォールスで通っていくので、こういう形で、えー、と JSON 引数を、j s o のボディの JSON を受け取って、パースしたものを受け取ることができるんで、結構簡単ですね。はいまあ、やり方は ActixWeb とほとんど一緒ですね。まあ、この辺のアノテーションの書き方が若干違うくらいで、あとは一緒かなという感じです。 はい、じゃあレスポンスを返す方法なんですけどなんか単純にこれでいく気がすんなあダメかあシリアライズがないからね多分それですねちょっとこれ試しあたたたたた はい、シリアライズありますねやっぱねでシリアライズがあるからここにシリアライズをつけてあげればいいとデバッグはなんか最初に持ってきたい感じがするんでデバッグ最初に持ってきますほらいったいった OK じゃないうんはい帰ってきましたねこれ JSON 文字列で帰ってきてるでしょううん ということで、返すときも同じ形で返せる。で、タスクとして返すと、それはそれで、これはあかんよと言われ、あ、JSON タスクだから、そもそもが。だから、タスク、本、タスクではないんだ、これな。タスクの、あ、でも普通にいけるから、あ、シリアライズが入ったりするのか。 いや、シリアライズはこっちで入ってるのか、まあ。JSON で囲ってあげなきゃいけんというのは、まあ一緒、一緒というか、まあおさ方と思ってや,やればいいのかな。はい。ということで、返す場合もこんな感じでいけるんで、返す方が違ければ別のストラクトを作ってね、返してあげればいいという,う感じで、リクエストとレスポンスみたいな形で、あの、型定義して、えー、受けて返せっていうことをやればいいみたいですね。 その辺までちょっとコードを見ていきましょうかね。コードというか、あの、ドキュメントか。はい。で、アップロードする場合は、こんな感じでできるみたいですね。添付ファイルっていうのがあるから、まあ、基本的になんか型になってるから、その型を探してきて、当ててあげればいけるというような感じですね。で、ストリーミングもできますよ。フォームスもこんな感じでいける。フォームフォームっていうのがあるんだ。ロケットにね。 でフォーム、フォームを継承、継承じゃないからデリブで付けといて、データとしてはタスクを受け取りますよと。で、フォームで受けると、フォームで受けられると。はい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 。まあ似たようなもんですね。で、オプションにすると、オプション受けなくてもいけるようになったりするのかな。マルチパートの場合は、うーっと何が違うんだ一緒かな テンプファイルを入れておくとマルチパートに勝手になるのかなパーシングストラテジー。うーんと、ストリクトとかやるとまたなんか違くなるんだな。うん、結構この辺は型を頑張っていろいろ組み合わせてやる感じですね。うん、結構この辺になってくるとめんどくさくなってくるね。ストリクトブールとか、 やると、こいつは必ずいるよ、みたいなことになるのかな。でもさっきも、あの、普通のブール型を渡さないと怒られたんで、あ、これはフォームフォーム型だからかな。フォームフォームだからかもしれんけど。JSON でオプショナルな場合は、とか、別であるんだと思いますけどね。ちょっと、ここまでだとわからないかな。フィールドデフォルト、ハロー。あー。 フィールドに、こういうこと、あ、デフォルトノーンとかいけるから、こういうことやると、フォールスなくてもいいみたいなことができんのかな。なんかそんなっぽいですね。はい。このアノテーションと、アノテーションと型で頑張る系ですね。これ、ロケッツはね、ロケットが。はい。返す、戻る、めちゃくちゃ多いんだよな。なんかいろいろ、<laughs> アドホックバリアブルとかさ。 えっと、ラッピングバリデータ。まあまあ、めちゃめちゃいっぱいありますね。ああ、これでバリデーションもかけることができると。うー、なるほど。<laughs> なるほど。なるほど。コレクションズ。うん、ちょっとはず、はず。あ、ネストもいけますと。パーソンペットで。 オーナーの中にパーソナルかネームがあって、ペットの中にネームとグッド、ペットがあるみたいなのもこれでいけるってことを言ってますね。はいはいはい。あと、こうも書けると。あ、うんと、ボブイントゥんなんかいろいろできるみたいですね。まあ、やろうと思えばいろいろできるというのが書いてあります。結構、 結構なんかまあ何でもできるように作ってるよっていうのが売りっちゃ売りなのかね。まあいろいろできるけどめんどくさいね。あんま使わない機能だと思いますけどね。うん。モドリッチの話は全然ないね。あ、レスポンス図は下にあるのか。マップがあって。これもインプットだもんね。ずっとね。リクエストの話を延々、延々してますね。 コンテキスト。うん。クエリーサイズ。ちょっともういいな。お腹いっぱいです。はい。えっ、ー、と、レスポンスの話をちょこっと見ます。レスポンスは、ああ、またレスポンダー出ましたけど、うんと、まあ、JSON 返すだけだったらさっきのやり方でいいんだよな。ステータスカスタム、コンテントロージェイソン、なんちゃか。 とかって書くといけたりするみたいですが、ここまでやる必要はあるんだろうか。なんか、アクティックスの時もそうでしたけど、結局、なんか、簡単で、簡単なやり方でええやんっていうことなんですけど、レスポンダーを作るなんていうのは、そうそうしないと思うんでね。ストリングを返す場合は、 レスポンダーを継承してこれやれって書いてますけど、これでいいよね。ハンドラーからアンドストリまたは直接返すことができます。ゲットストリング。実装されてるよってことできるもんね。リザルト型もある。 ロケットレスポンスとしてはこんなのがありますよと。JSON、メッセージパック、フラッシュ、うん、うん。JSON だけチラ見して終わりにしたいな。JSON、あ、JSON ありました。はい。JSON は、えっ、ー、と、JSON タスクで返せばいいと。あ,あ、JSON で囲めばいいんだしでシリアあ。シリアライズか。シリアライズがなきゃダメなんだよね、やっぱね。だからやり方としては、 一緒ですね、はい、さっきは受け取っただけなんで中で作ろうとしたら JSON で囲って返す必要があるんでタスクを作ってあげなきゃいけないから JSON で囲ってタスクのあれこうだっけこうだっけ こうかで、コンプリートを、えー、トゥルーで返すというようなことができるのかなえっ、ー、と、ストリングだからトゥーストリングだ。まあ、これがめんどくさいからアンプストリーにするのかなはいはいはい。まあ、こんな感じにしてあげると、よいしょ。JSON レスポンスを返すと。まあ、ここの。 あの、パラメータ関係なしに AA の true が帰りますけど、まあこんな感じでできるということですね。はい。なんかロケットの方がいろいろできるけど、なんかめんどいっていう感じが若干しますね。まあ、アクティックスの方も最レスポンスの方特にそうですけど、最初になんか これでいいよっていうのがポンって出てこなくて、なんか小難しいことがわらわら書いてある印象なんですけど、まあ、なんかそういう世界、そういう世界なんですかね。うん、ちょっとわかんないけど。まあ JSON 受け取って返すだけだったら、こういう形でね、いけるんで、JSON 受けて返すだけだったらこれと。で、あとは、えっ、ー、と、認証が必要なものは、認証のものをここに書いておけば、その認証を取ってくれるんで、 その辺はうまいことやってくれる印象ありますけど多分それはアクティックスにもあると思います。これファス t API にもあるのでね。あのファス t API というのはかなり便利に使える機能になっています。あ、ライブリロードできるんだ。ライブリロードの投稿だけチラ見したいけどどうだライブリロードは何だってデバッグモードでコンパイサイトサブサイズプラットフォームテンプレートが変更されたテンプレートが自動的に再ロードされます。 と書いてあるね。テンプレートか。テンプレートがか。テンプレートじゃないから、また別なのかな。ルートの定義とかは勝手になってはくれなさそうな感じが若干しますけど。うん、今の、今の挙動を見る限り、リロードは走ってなかったんで、ちょっと、ここの、 話は若干違う気がしますがうんまあこんなもんですかねはいえっ、ー、とロケットはこれで <laughs> 終わりにしようと思いますけどまあ次回ちょっとまあ全体の感想を含めて話すかもう一個くらいチラ見してもいいかなと思ってるのでちょっと考えていきますということで今回は以上次回お楽しみにチャンネル登録高評価お願いしますでは